こんにちは。今回ですね、YouTube のコメント欄があるじゃないですか。YouTube の動画をアップロードした時に、コメント欄が、もしかしたらね、書き込みで嫌な書き込みがあるかもしれないなと思ったら閉じることできるんですよ。で、逆にですね、コメントが欲しいな、もう視聴者さんと一緒に関わりたいなと思ったらコメント欄を開放することもできます。まあその辺についてね、ちょっと説明しますので、画面を切り替えてご覧ください。こちらです。YouTube のアプリを開くとこういう風になるんですけども、この右側をタップしてね、YouTube スタジオってところ上から3番目をクリックします。はい、そうするとね、今度左側です、設定ってところがありますから、設定をクリックしますよね。で、この画面になったらコミュニティってところをね、ちょっとクリックしてもらいたいんですよ。で、このデフォルトってところがあるじゃないですか、右側ですね。これをクリックして、チャンネルへのコメントってところがありますから、私の場合はコメントを全て許可するようになってますね。不適切な可能性があるコメントを保留して確認するでもいいと思いますし、すべてのコメントを保留して確認するでもいいと思いますし、コメントを無効にするということでね、コメント一切受け付けませんということで、コメント欄を閉じることもできます。まあ、これによってね、どれにするか選べばいいと思いますよ。で、設定を決めたら、閉じるにしてですね、終わっていただければ設定は完了です。ということでね、私の動画にコメントができるようになっておりますんで、どんどん書いてください。それでは。